やっていきましょう。8月3日朝ということでね、ちょっといろいろと設定をいじくってたもんで、声の感じとか光の映像の明るさとかの具合がちょっと変わってるかなと思うけど、どうでしょう。見やすくなってるといいんですけど、いろいろいじってます。今回は前回3日分が、覚えてる？はい、もちろん覚えてるよ。これ言わなくちゃいけないんだね。声がね、ちょっとね、モニタリングがうまくいってないんで怪しいんですけど、40分、札幌から小樽まで40分か。結構遠いね。行ってきます。ね、つまり千歳から札幌まで40分、札幌から小樽まで40分ということですね。なんで小樽案内してくれるんだろう。嬉しいな。嬉しい、こう言ってくれるじゃないの。ほんと、音のバランスがね。色は、OBS の方で調整してます。前回は、編集ソフトの方で調整したから、アザラシ自身も明るくなってましたが、今回はちょっと見やすくなったんじゃないかなと思います。海が3つ見えると。どこで話に、切り込めばいいか分からんから。あの子、お父さんと一緒に見た海は、お父さんが死んだ後も全然変わってないよ。そりゃそうだろうな。私、それがなんだか嬉しいんだ。どうして？それが嬉しいってよくわからないな。お兄ちゃん、小樽駅に着いたよ。小樽。ここから三角市場に行くのが一般的な観光ルートね。小樽はね、去年の夏行ったんですよ。三角市場も行ったんですよ。小樽駅ってこんなじゃなかったかな。いや、去年行ってみたのに、なんかあんまり写真見てもわからんね。こんなだったかな。なんかバーキンがありますよね。バーキングがね。甘いメロンだ。隣にいる可愛い彼女に買ってあげなよ。やだな、おじさん、彼女なんかじゃないですよ。海産物総合卸って後ろ書いてあるのに。そうそう、妹なんですよ。どうかい、兄弟で仲いいね。当たり障りのない。お兄さんもこんな可愛い妹がいると。心配でしょうがないだろう。キャラが濃い。はい、まあメロン買っちゃおうかな。いや、ちょっと待て。こんな、もうちょっと安くしてもらってから買おう。この坂を降りると小樽運河だよ。どこなんだろう。これ横にあれかな、鉄道の跡みたいなのがあるやつかな。どこかな。いやー、小樽好きなんですわ。運河とかあるし、運河とかあるから好きなんじゃないんだよ。やっぱこの北への影響が大きい。うん、小樽が好きだって思っちゃう。小樽運河、小樽倉庫のところの、ビアガーデンに、あの辺じゃないかな。ビアガーデンに去年の夏は一杯飲んでました。おっと、危な、なんとなく押してよかった。貿易と運河はどう関係あるの？詳しく聞いたってな。色ちょっと、白をこう発色よくしたんで、血色よく見えるね。可愛く見えちゃいますね、一層。こんにちは。Excuse me?小樽なんたらまで、小樽ホールまで。いや、リトルです。リトルです。あー、困ったな。ねえ、お兄ちゃん、どうしよう。え、ちゃんと聞き取れたよ。ちょっと俺の英語力を試すのを邪魔しないでくれない。驚ろほろって言ったのを聞き取れなかったよ。おっ、I want to go to the altar or go home. Do you know the place? Sure. Go straight. Can you see that white building? Oh, thank you very much. Oh. You're welcome. Have a nice trip. ありがとうございます。助かりました。うん、気にしないで。それじゃね。誰？
誰みたいな感じになるじゃん。誰みたいな感じに。英語だってペラペラだったし、私もあの今回ちゃんと20分で収まるから、もう5分経ってるんだけどな。大丈夫、慣れるよ。まだこれからの頑張り次第。まだまだ高校生だと。ガイドブックのおすすめコースとしては、次に運河工芸館へ行くといいみたい。ほう。お兄ちゃんこっちだよ。はいはい、ついていきます。行ってないね。小樽観光の定番、去年は運河工芸館と行けなかったな。お兄ちゃん中に入るね。ついて、小樽に着いてすぐレンタカーに乗って稚内目指して、で帰り6時とか5時とかそれぐらいの時間に小樽にまた戻ってきてレンタカー返すのにってな感じだったから、だから小樽観光してる時間ってのはほぼ、うん、夜だったからね。夜だったから見れなかったよ。こういうところ見れなかったよ。何やってんですか、小鳥さん。せっかく詳しいふりしようとしてたのに。あ、お兄ちゃん、ねえねえ、かわいいよこれ、見て。普通に反応に困る、かわいいやつ。どうしようかな。かわいいな。かわいいけどちょっと高いから。高いか、いくらぐらいかな。2000円ぐらい。ねえお兄ちゃん、私お腹空いちゃった。あ、はい。この奥に喫茶店があるからお昼食べない？行きましょう。そうだね。全行程。基本全行程してるけど大丈夫なのかな。この会話、挟み込みシステムがさ、どういう風に好感度に影響を与えてるかとかよく分かってないからさ。私、ガラス製品って好きなんだ。俺も好き。俺も好きですわ。SIO2 な。それは分からない。それは思わないな。あ、冷たさを感じる。クールさをな、そこに魅力を感じる。さて、お腹もいっぱいに。話が。全工程とか言いながら否定してしまった。ガラス細工を作ってるところを見学できるんだよ。ガラスってのはね、ケイ素なんですよ、ケイ素。ケイ素という SIO2、二酸化ケイ素かな。ケイ素の塊っていうこと考えたらさ、宝石と何も変わりはしないわけよ。水晶とかとさ、ね、何もっていうか、まあ、構造が違う。組成は同じだけど構造が違うっていうの。お、ターニャー、ターニャー、ターニャーリピンスキー。工房の熱気は分厚い柄越しご読めてない。僕は、あ、これはでもターニャのは可愛いからこれはしょうがないね。金色の髪、白い肌、赤く焼けたガラスと真剣に見つめる青い眼差し。それはまるで彼女自身が精緻なガラス細工であるかのような繊細で高貴な美しさだった。僕は時の経つものされ彼女に見ていた。そんななんか詩的な感想を言うとなんか、なんかね、なんか本当にそうなのかなって思っちゃう。あ、申し訳ない、食い入るように見ちゃってた。もうさっきからずっと呼んでたんだよ。そろそろ次の場所行こうよ。あ、はい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 、行きます。ちょっと下心が過ぎましたわ。よくない、よくないね、よくなかったね。やっぱり小樽といえば小樽水族館。小樽水族館行きたい。行きたかったんだよな。俺も小樽水族館めっちゃ行きたかったんだよね。なんだこれ、なんだこの選択肢、2つ地雷なんだが。マインスイーバーかな。嬉しいな。それじゃあ小樽水族館はね、アザラシの展示が確か日本でも屈指なんですよ。もうめちゃくちゃ行きたかったんだけど、場所がちょっとね、歩いて行ける距離じゃないし、まあ、そもそも去年は小樽に行ったけど、小樽の、すごい、ねえお兄ちゃん、お魚ってかっこいいよね。時間がね、着いた時間がね、行けなかった。無駄がないっていうか、いつか絶対行きたいの、小樽水族館。泳ぐことが人生ですって感じがすると思わない？せやろか。
このやぼらうんちツッコミはダメでしょ。なんとなくわかるね。本当嬉しいな。なんかあの中島みゆきのファイトみたいな感じだよね。魚たちはあの泳いでいく、ね、ファイト戦う君のために戦う。だからこそ何やっていいのか分かんなくなっちゃって、冷たい水の中を震えながら進んで行けってやつだ。そうそうそう、お魚より自由なはず。鱗がボロボロになって剥がれていくみたいな。魚より不自由になっているっていうか、だから時々見習わなくちゃなって思うの。でもさ、水族館の中に入ってる魚の自由はどうかって思っちゃうよね。本当に彼らは自由なのかなって。魚たちはその自由云々に言ったら、この水族館のイルカなんてもうあの闇しか感じないよな。まあ、彼らは彼らなりに頭いいのかもしれないけどね。へえ。その時聞いた話なんだけど、イルカと遊んでるとみんなすっごくいい笑顔になって、心に抱えてる悩みなんかも癒されていくって感じなんですって。だからイルカテラピーみたいな、そういう話かな。心の病気を抱えてる子供のリハビリにも使われてるって聞いたことがあるわ。なんかイルカってすごいよね。あ、どうしたの？いや、なんでもない。もう一回。いや、難しいね。この話すタイミングのボタンを押すタイミングが、テキストの切り替わる一瞬のタイミングだから、失敗するとこういう風になっちゃう。私もいつかアクアダイビングのライセンス取ってイルカと一緒に泳ぎたいな。でも北海道の人でしょ、泳げないんじゃないの。偏見。あ、お兄ちゃん、この先の水槽にナポレオンフィッシュいるでしょ。ナポレオンフィッシュ、ほう、うん、なんでしょう。私ナポレオンフィッシュ見ないようにしたいな。なんで？ううん、違うの。ナポレオンフィッシュってダイビングしててもなかなか会えないような珍しいお魚なんですって。へえ。私も図鑑やテレビでは見たことがあるんだけど、実際にはまだ一度も会ったことがなくて。だから初めて会うときは私がダイビングしてるときにって決めてるの。なぜダイビングをするようになると思ってるんだろうか。私きっと頑張ってライセンス。北海道の海じゃナポレオンフィッシュに会えないだろう。あ、奥さん。本心としては一生会えないかもしれないよ。だけどまあでもそういうのなんかいいねっていうのもわかる。そういうなんか変な意地っ張りっていうのいいよね。ナポレオンフィッシュです。コブダイの一種なんかな。お兄ちゃんとこういう風にして歩くのって何年ぶりだろうね。うん、なんかいい例えをしようと思ったけど、下世話な例えになりそうになったからやめた。今ナポレオンフィッシュの例えをね。誰？その服ちょっとあれじゃない？センシティブじゃない？吠える犬。あれ、この主人公はずっと東京暮らしてる。そろそろここでようか。ん？記憶が、過去の記憶が、過去編がどんどんメニューから抜けていく。あ、手組んでる。手結んでる。夕日が綺麗だよ。こういうなんかあの光をこう十字にするフィルターあるよね。あのカメラのさ、フィルターとしてさ、こうくっつけるんだけどさ、そのこのためだけのフィルターみたいなのつける買うわけよね。ちょっと信じられないなと思っちゃうもん。ちょっと歩これからすると。それじゃあそろそろ帰ろう。ボタン、お兄ちゃん、ボタン押したよ今。ボタン押したよ。ちょっと遅かったんかな。なんか今ちょっと歩くがなかったよな。ただいま。ああ楽しいお仕事。夜11時戻り。食事の用意よろしく。キモ。仕事で遅くなるって。絵じゃなく 3D になるとキモさが際立っとる。お兄ちゃんはテレビでも見ててよ。
手伝おうか、手伝おうか。でも誰かに手伝ってもらうと私頭の中ぐちゃぐちゃになっちゃって帰って失敗しちゃうから。まあ一理あるね。来るよ。ああ謎アニメの時間ですわ。謎アニメの時間ですわ。イカとか出てくるやつだろ。解散宇宙人みたいなイカとかタコとか出てくるやつだろ。確かそんな気がする。なんか覚えがあるぞ。北海道だ。後のオンちゃんである。あ、全然脳みそマン、ミスターダブルブレインだった。全然脳みそでもなんでもない。なんだこれ。いや、噛んじゃねえだろ。これからでしょ、むしろ。これからあの宇宙人との戦争が始まるんだろ。昔あるよね。昔よくあったよね。こういうなんか、カラオケとかでさ、デモムービー流れるときに、こう、デモじゃないんだけどさ、とりあえず、なんかその、映像としたあんな 3D のやつが、なんかね、あったよね、昔はね。なぜか 3D みたいなのが。まだ安い三文ドラマの方がいいっていう。あり合わせ。これね、前回見てて思ったの。これ米がないんだよな。米がおかずしか見せてくれないから、それでなんか物足りなくない、ないって思っちゃう。炭水化物が足りんねん。あ、濃厚な食レポタイム。まず肉じゃが。あ、まず汁物からだったな。麺取りされたじゃがいもね。じゃがいも麺取りする必要あるか。かぼちゃじゃない？それしなくちゃいけないの。牛の薄切り、主役のジャガイモに奥の深い味わいを与えている。人参と玉ねぎ、白滝の割合も完璧だ。この何なんこの食レポはさ。グリーンピースはあれだね、賛否両論だろうね。でも俺はあってもいいと思う。なくてもいいけど。なくてもいいけどあってもいいかな。次に、おっ。まあ、キノコはダメなんです、アザラシさんは。キノコがダメっていうか、まあ、特にシイタケはダメなんだけど、シイタケもダメだし、シイタケはもう特に星5ぐらいでダメなんだけど、キノコもまあ 星4ぐらいでダメなんだ。が無理すりゃ食べれるけど、みたいな。落葉キノコは北海道にしかないのよ。へぇ。初めて食べたんじゃない？食べてみたさはあるね。初めてだよ。それじゃあ、今日から落葉キノコ。落葉キノコ、どんなものなんだろうね。葉が落ちた後に食べれるキノコって感じなのかね。葉が落ちた。でもそれって普通じゃない？まあ、なかなかその栽培されてるキノコが多いよね。落葉キノコも先に栽培されてるのかな。あんまり今未だにその聞いたことはないんで、落葉キノコってものはね、市場に出回ってないのかね。ナスはうまいよね。ナスは、うん、料理の仕方にもよるんだけど。ごちそうさま。麻婆ナスとかすごい好き。ねえお兄ちゃん、美味しかった？美味しかった。これはまあ、よかった。褒めましょう。素直に。それじゃあまた頑張って作っちゃうね。あ、そうだ。できた娘さんや。明日からテニス部の合宿に行かなきゃならないの。4567の4日間。4567。行ってなかったよね。ごめんね。言い忘れてたみたい。お兄ちゃんも来てるし、行くのやめようかって思ったんだけど。1年生だからどうしても断れなくて。そりゃそうだよ。ご飯はお母さんが作ってくれるはずなんだけど、
母さんの料理ってちょっと。お母さんの料理って何なんだい？前の2日目の感じを知ってるからさ、小鳥が町へ案内してくんないとすげえ寂しいことになるな。どういう感じだったか覚えてないんだよ。なんか間めぐみの間牧場に行ったような気がするんだけど、それが発生しなかったらさ、うちの親戚が美瑛で牧場やっててね。行きます、行きます、行きます、行きます。あの一人で札幌を歩く寂しさに比べれば全然美瑛に行きます。全然美瑛に行きます。ちょうどいいかなって思ってさ。はい、行きます。牧場って行きます。めぐみちゃんのお家。そうだよ、間牧場って言ってね。これ断ったら他の人のルートに行くのかな。ちょうど今はこれがようわかんねえんだな。断ら、ちょっと興味はあるけど、ちょっと考えるか。ちょっとあのルートみたいなの考えてみます。毎回間牧場に行ってる気がするの、これやるたびに。でまあちょっとね、なんて言ったらいいのかな、間めぐみちゃん好きなんですけど、好きっていうかいい子なんですけど、知ってるんだよ、もう知ってるんだよ。だいたい間めぐみ、ああやっちまった、今まだ喋ってるうちに、なんでボタン押せないんだよ。ああこれが、これが鍛える。つあー悔しいな。今の押してんだよ、押してんだけどちょっと間に合わないんですわ、ボタンを押すのが。あー間めぐみ、うん、間めぐみな。伊作市場でもね、美瑛行っちゃったらさ、景色がさ、もうその美瑛しかないからさ、ラベンダー、運河工芸館多分。どうかな、美瑛行くのどうかな。間めぐみちゃん毎回行ってますよねっていう感じになっちゃうんだよな。毎回行ってるわけじゃないけどさ、多分この北へのプレイングでアザラシは過去にターニャか間めぐみちゃんしかクリアしてない気がする。他のルート難しくていけてないんですわ、要はね。そこにチャレンジしてみたいっていう欲はあるんだけど、どうなんすかね。とりあえず今日はここまで。明日ちょっといろいろ考え、次回いろいろちょっとどうするか考えてみます。はい、本日の期待でした。ほなまた。